あのキングカズの息子としておなじみ三浦孝太選手が獲得。樋口選手 62.45 クリアです。余裕を持ってクリアしました。そしてこのユニティボールです。三浦選手 65.60 クリアです。こちらも余裕を持ってクリアしました。見事自分自身に打ち出しました。昨日の会見でも1ラウンドなど、早い段階で KO 勝利できたらいいという話をしています。ターンどんな結末を迎えるでしょうか。そしてこの肉体です。明日の試合にどう影響をもたらすんでしょうか。そこら辺も注目になっていきます。